こんにちは、ましろなぎです。下天の花、今日からももち師匠の攻略を始めていきます。あの覆面の忍び、まるで姿を見せない。いずれ必ずまた会うと思っているけれど、いや、今は任務に集中するのみ。行こう。行ったか。あ、どうかした？いや。お前なんだか最近変だよ。腕が鈍っているんなら相手になろうか？バカらしい。子供を相手にできるか。今鼻で笑っただろ。お前嫌いだ。ここまで来れば平気か。しぐれのやつ、城に入る前に捕らえられるとは。これじゃ葉月と大差ないぜ。あいつは寡黙な男、口は割らないと思うが、念のために消すべきだったな。忍びの掟は心得ているようだ。心配はいらないだろう。それよりもお前、敵方の忍びに姿を見られたようだな。次の手を打ちにくくなったんじゃないのか。お前、先ほどの大手門でのこと見ていたのか。なぜ手出しをしなかった？命までは取られないと踏んだからな。それとも助けが必要だったか。劣化、これからどうするつもりだ？しぐれから目的のものは受け取った。予定通り計画を進めるさ。あの甘ったれ、大手門での戦いぶりからすると修行の成果が出ているらしい。だ、もう一度忠告はしておくべきだろうな。こうして修行をしていると思い出す。えい。まだ的から遠いぞ。当たるまで続けろ。はい。見ましたか？今真ん中に。ようやっと一つ命中したが、クナイ投げの基本は一応合格だ。では次に行く。え、待ってください。待たない。まだ日が高い。これでしまいなわけがあるか。だってもヘチマもない。鳥に化けてついてこい。おい蛍、何をやっている？動けません。だってクタクタで。お前というやつは。わっ、しっかり捕まってろ。はい。わあ、師匠、早い早いです。何を興奮している。身軽さは忍びの心情、この程度できて当然だ。お前も変化の術だけに頼らず己の体を鍛えろ。修行すれば変化を使わなくてもこんな風にビュンビュン風を切って、まるでムササビみたい。これが一流の忍び。すごいな、桃地殿。私の師匠は。よし、少しここで休む。大杉の上、いい景色ですね。ああ、風も気持ちいいですし。そうだな。それに師匠の背中もあったかいです。あしゃぐ元気があるのならそろそろ下ろしても良さそうだな。あ、何を不満げにしているんだ。立てるなら人の背中にしがみついてないで早く降りろ。ごめんなさい。だって嬉しかったから。嬉しい？はい。だって師匠は忍びの技もすごくてとても強いです。桃地殿が師匠になってくださってよかった。師匠が一緒なら父上母上がいなくても寂しくないです。
師匠、これからもずっとそばにいてくれますか？バカ者、ずっとそばになど。なら私が一人前になるまでそばにいてください。それぐらいなら甘ったれではないですよね。バカ者、十分に甘ったれだ。早く独り立ちして俺に楽をさせるんだな。あ、師匠が笑ってくださった。嬉しいな。師匠は厳しかったけれど、そばにいてくださると本当に心強かった。温かくて頼もしい背中を心から慕っていた。あの覆面の人が、もしそうなら、人がいる。様子を伺おう。にしても、あれ以来ちっとも姿が見えないとは不思議じゃないか。何の話だ。ちぐれを襲った忍びだよ。お前を邪魔したのと同じやつだろ。城内にいるはずだけど。お前の任務は忍び探しではなかったはずだが。気になるからな。放ってはおけないだろう。あの忍びなら調べても無駄だ。簡単には尻尾を出さない。ん？どういうことだ。いいから放っておけ。いざとなればどうにでもなる。なんだよその口ぶり。まさかお前だけ何か掴んでるんじゃないだろうな。さてな、烈火、話はその辺にしておけ。どこで誰が聞き耳を立てているかわからんぞ。ち、その何でも分かってますって風情が気に入らないんだよ。やっぱりお前は嫌いだ。そこの者、木の裏にいるのだ。姿を現せ。見抜かれていた。仕方ない、出て行こう。しぐれを捕らえたのはお前だな。邪魔するなと忠告したはずだが。私も任務ですから、忠告を受けただけでは引き下がれません。一つ確かめたいことがあります。その覆面の下の顔を見せていただけませんか？見せろと言われて簡単に素顔を見せる忍びがあるか。お前の腕で奪い取るのなら話は別だが。覆面を奪えと？確かにそうですね。わかりました。いい返事だ。来いよ。参ります。まずは隙を作る。定めて。おっと、たやすく避けられた。だけどせい。悪くない蹴りだ。やっ、はっ。だがな、腹にしと見えなかった。まだ甘い。いえ、まだまだこれから。勢いだけは認めてやろう。お前は攻撃を繰り出すとき、左脇に隙ができる。飛んだ時の足元もおろそかになりがちだ。お、そこだ。狙われるぞ。終わりだな。四発目。これで分かっただろう。お前を止めるなど俺には造作もないこと。これ以上勝手な真似はするな。おとなしくしていれば命だけは見逃してやる。待ってくだ。
正確に急所を突かれたのに痛みはない。手加減されたの。あの人はやっぱり私の大切な師匠なの。覆面のあの人のことが気になる。一度この辺りを徹底的に探してみようか。いない。まったく誰を探しているんだ。忠告を与えたはずが、意外な行動に出られるものだな。だが無駄だ。俺をもう追うな。あ、待って。もう姿が見えない。追うな、などと言われても、姿を見ればますます気になってしまうのに。どうしたら。諦めない。この林できっとまたあの人と会える。その時に備えて変化の力を集めておこう。修行していてもこの間のことが頭をよぎる。力の差は大きいけれど、あの人の顔を見るまでは諦めるわけにはいかない。探そう。今日はもっと奥まで行ってみよう。どこにも姿が見えない。いや、もう少し先まで進んだら。あの影は。つけよう。どこに向かうつもりなの。もしかして雇い主のところとか。振り向いた。まだ懲りないのか。あれほど忠告したはずだが、お前の尾行はもう慣れた。見破れないとでも思ったか。少々悪ふざけが過ぎた。覚悟してもらおう。薬、息を止めなければ。甘い。シュッと。ダメ、意識が。師匠。なんだろう、表が騒がしいな。師匠と長老。桃次、蛍には何も言わなくていいのか。ええ、長老。戦の任に出れば長らく里には戻れないだろう。命の危険も伴う。お主が伊賀で一番の忍びとはいえ、根性の別れになるやもしれんのだぞ。え、蛍、別れの挨拶くらいはしたらどうだ。いえ、長老、挨拶などしたらあいつは泣くだけでしょう。まあなあ。長老、俺はこのまま行きます。蛍に修行を続けるようにお伝えください。小野が甘さを断ち切ればお前は強くなれると。あ、師匠の背中が小さくなっていく。どこに行ってしまわれるの。師匠、師匠、待ってください。蛍。師匠、もう影すらも見えない。ずっと後悔していた。どうしてあの時もっと必死になって師匠を追わなかったのか。あれからもう6年。必ずまた会えると信じてはいても、本当はずっと寂しかった。師匠、
ここは？あ、そうだ。私、気を失って。どこにも傷はついていない。また手加減された。こんな風に気遣われると、あの人は師匠なのだと期待してしまう。けれど、どうすればいい？腕は歯が立たない。尾行しても気づかれる。私は師匠の顔を一目見たいだけなのに。師匠。いえ、顔を見るまでは諦めないと決めた。行こう。師匠を探そう。どこ？どこにいるの？きっとまだ遠くには行っていない。この勝負で覆面を奪うのが難しいなら、変化を使う。懐に入れた。今だ。小鳥か。ひるんではいけない。冷静に裏から回ってくちばしで覆面の紐を。ダメだ、隙がない。なら、苦肉の策かもしれないけれど、ねえ、お願いです。戦いなどやめて、もっと楽しいことをいたしませんか？姫の姿に化けたとて、下手くそな誘惑などにかかるわけが。いえ、あなたはかかりました。小鳥に化け、姫に化けた私を当然のごとく受け取られた。それはあなたが変化の術をよくご存知だから。私と同じ伊賀人だという証に他なりません。あなたは私の師匠なのでしょ？お願いです、どうかそのお顔をお見せください。なるほどな。それも変化の使い方というわけか。仕方あるまい。おたる、お前の勝ちだ。あ、見られた。幼い頃、任務で里を出て行かれて以来、ようやくそのお顔を。よ、余ったね。これで満足か。なんだ、目を潤ませて。あんまり老けちまったものだから、がっかりして泣けてきたか。そんなわけ。師匠。おい。よかった、お会いできて。本当に師匠が去られてからどんなに寂しかったか。甘ったれだと言われても構いません。私にとってはたった一人の師匠。ずっとお会いしたかったのです。ずっと恋しかった。わかった、ホタル、わかったから。だからもういいだろう、離れろ。お互い認知のはずだ。忘れたか、ここでは俺とお前は目的が反する。敵方の忍びの胸に飛び込むやつがあるか。ですが、俺の素性が分かったのならもう心残りはないだろう。次からは気をつけろ。刃を向け合わざるを得ない時が訪れるのかもしれないんだ。では俺は行く。師匠、どちらへ？まさかもう行ってしまわれるのですか？この上何の話を。今の俺とお前で話し合えることなどろくにないだろう。任務とあらば口出し無用。
伊賀人同士、いや師弟同士でもだ。そうかもしれないけれど、これでまたお別れ。師匠、もう少しだけ、ダメですか？師匠とまたいつお会いできなくなるか分かりません。安土にいるうちにやはりいろいろお話をしたくて。危ないやつだな、お前は。抱きつく次はすがると。え？ミメだけは女らしくなったんだ。そんな艶っぽい声で男を引き止めるな。そんなつもりは。ただ私は師匠と離れがたくて。困りものだな。図体は大きくなっても心は子供のままか。そもそもお前は油断が多すぎる。俺に何度後ろを取られた。相手が俺でなければ死んでいたぞ。少しは用心して動け。申し訳ございません。でもなんだか。おい、何を笑っている？あ、そのごめんなさい。師匠に叱られるのも懐かしかったので。この甘ったれが。今の説教を聞いていなかったな。そうは言われても、相手が師匠だと思えば気が緩むのは当然ですよ。大事に思いこそすれ、刃を向けたくなる気持ちなどありませんから。何をバカなことを。師匠だって私の命までは簡単に奪えないでしょ。今まで戦った時も私は無傷で済みましたし。なるほど。どうやら甘く見られているのは俺ということか。いえ。まったく。俺がお前の元から去れば少しは甘さも治るかと思ったんだが、不肖の弟子は里の恥。もう一度お前を指導する席が俺にはあるのかもしれん。というと？死ぬなよ。安土での任務が無事に終わったら覚悟しておけ。え？生きてまた会おうと言ったんだ。不肖の弟子とはいえ、お前が今も俺の弟子なのは変わらないからな。生きていればまた会える。師匠は甘ったれとお叱りになるだろうけれど、嬉しい。師匠に再び鍛えていただく、その日までは一人でも修行に励んでいよう。